韓国の文字栄院大統領の支持率が4週連続で下落し、50%台中盤を記録した。世論調査専門機関韓国ギャラップは全国の成人選に利用対象に調査を実施した結果、回答者の54%が肯定的に評価したと9日、明らかになった。これは前週より1%ポイント下落した数値だ。 一方、国政遂行が、うまくできていないと回答した否定評価は36%を記録。前週に比べ1%ポイント上昇した。どちらでもない、わからない、未回答は10%だった。